こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで人物写真の被写体を青白いお化け風に合成する方法をシェアしていこうと思います。ちょっと怖い合成をしたい時やハロウィン風の写真を作りたい時にフォトショップで写真から青白いお化け風に編集することができます。もう一気に雰囲気を変えることができるので、ぜひ一緒に作ってみてください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる独学フォトショップの本も出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。では一つ目に被写体を切り抜くをやっていきます。で、今回はこちらの写真を使っていきます。こちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので、概要欄に URL を載せておくので、練習したい人はダウンロードして練習してみてください。で、まずこちらの写真に写る被写体を切り抜いていきます。で、人物切り抜きについてはこちらの動画で細かくやっているので、ぜひそちらを見てほしいのですが、今回は簡単に切り抜いていきます。では今回はクイック選択ツールで被写体を選択していきます。ではツールバーにあるクイック選択ツールを選びます。もしない人は右下に三角マークがあるツールを長押ししてこのように探してみるか、あとは点々点を長押しして探してみてください。ではクイック選択ツールをクリックします。そして上にある被写体を選択をクリックします。で、このように選択することができたのですが、もしちょっとはみ出てしまったという時はオプションまたはオルトを押すとブラシがマイナスになるので、そのままクリックするとこのように選択範囲を縮めることができて、逆にもう少し選択範囲を広めたいという時はそのままクリックしてドラッグすればこんな感じで選択範囲を広げることができます。で、このように被写体を選択することができたら、そのまま被写体だけを別のレイヤーに切り抜いていきたいので、このままコマンド J を押して切り抜きを作ります。そうするとこのように切り抜きができました。で、レイヤーマスクを使ってしまうと、この後のぼかしをした時に被写体の周りのボワボワっとした感じが制限されてしまうので、今回は被写体だけを複製したレイヤーを作ります。で、この後にフィルターをかけていくのですが、後からフィルターの数値を変えるかもしれないという時はこのレイヤーをスマートオブジェクトに変えていきます。で、スマートオブジェクトについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。ではこのレイヤーをクリックして右クリックします。そしてその中にあるスマートオブジェクトに変換をクリックします。そうするとこのようにスマートオブジェクトのマークが入りました。そしてこの後にそれぞれのレイヤーに別々のフィルターをかけていくので、このレイヤーをあと3回複製します。ではコマンド J を3回押して合計4枚複製ができるようにしていきます。で、今は背景が何もない状態なので、見えやすいようにベタ塗りのレイヤーを置いていきたいと思います。では塗りつぶし調整レイヤーからベタ塗りに行きます。そしてちょっと暗めの色にして OK をクリックします。で、一番上にベタ塗りのレイヤーが来てしまったので、これを背景にするようにベタ塗りのレイヤーをクリックして、一番下の切り抜きの写真の下に持ってきて離します。そうするとこのようにベタ塗りのレイヤーが一番下に来ました。ではこれで準備 OK です。ではここからいろんなフィルターをかけていこうと思います。では2つ目にぼかしを加えるをやっていきます。ではここからぼかしをかけてお化けっぽいホワホワした感じにしていこうと思います。で、フィルターの中のぼかしについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく見たいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではまず一番下の切り抜きのレイヤーからぼかしをかけていきたいので、他の切り抜きの写真は非表示にしたいので、この目のマークをクリックして非表示にしていきます。そしてこの一番下の切り抜きの写真をクリックして、そして上のフィルターからぼかし、そしてその中にあるぼかし移動をクリックします。ここでは横にブレているような感じのぼかしを加えていきたいので、角度は0度にします。そしてこの距離を少しずつ上げていくと、こんな感じで横にずれているようなぼかしになっていきます。まあ、ここは自由に決めていいのですが、今回は少し多めに250ぐらいでかけていこうと思います。ではこれで OK をクリックします。そうするとこんな感じのボケになりました。で、ちなみに後からぼかし具合を変えたいという時はもうスマートオブジェクトにしているので、このぼかし移動というところをダブルクリックすればこのように後からでも変えることができます。そして次は下から2番目のレイヤーと下から3番目のレイヤーをぼかしガウスをそれぞれ数値を変えて加えていこうと思います。では先に下のレイヤーを表示にしたいので、この目のマークをクリックして表示させます。
そしてこのレイヤーをクリックしているのを確認して、上のフィルターからぼかし、そしてぼかしガウスに行きます。そして下のレイヤーは少しかけるぐらいにしておきたいので、今回は50ぐらいにしたいと思います。そして OK をクリックします。で、このホワホワっとした感じを光らせていきたいので、このレイヤーの描画モードをスクリーンに変えていきます。で、描画モードのスクリーンについてはこちらの動画でアップしているので、細かく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。ではこちらのレイヤーをクリックして、描画モードをクリックしてスクリーンに変えていきます。そうすると先ほどより光が加わった感じで明るくなったのがわかると思います。ではもう一枚上のレイヤーも表示にして、そしてフィルターのぼかしガウスに行きます。そして先ほどよりは少し多めにかけていこうと思います。ではこんな感じで 107.1 ぐらいにして OK をクリックします。そしてこのレイヤーもまた描画モードをスクリーンに変えていきます。そうすると先ほどより明るくなったのがわかると思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。で、ここまで来るとあまり顔が見えなくなってしまうので、一番上のレイヤーはそのまま表示にして、そのままにしていきます。で、描画モードだけ変えていきたいので、一番上のレイヤーをクリックして描画モードをスクリーンに変えていきます。そうするとこのように顔がしっかり見えつつ、少しほわっとした感じのお化け感が出てきます。で、レイヤーがたくさん増えてしまったので、一旦グループにまとめたいと思います。では一番上のレイヤーをクリックして、シフトを押しながら一番下の切り抜きの写真をクリックします。そうすると全てのレイヤーが選択されるので、このままコマンド G を押してグループにしていきます。そうするとこんな感じでまとまりました。で、この時背景を少し透けさせたいという時は、グループのレイヤーをクリックしてレイヤーマスクをクリックします。そしてブラシツールをクリックして、黒のブラシを使いたいので D を押して白黒にして黒を選びます。そしてブラシはソフトエンブラシにして、流量を少し減らして塗るとがっつり塗らずに済みます。赤や 5% ぐらいにして、ブラシを大きくするために大括弧でこんな感じで大きくしていって、そして少しズームしていって、そして背景が透けて見えるようにしたいところをこんな感じで塗っていきます。で、もし塗りすぎちゃったかなという時は X を押して色を白にして上から塗り直すと、こんな感じで復活させることができます。今回はこんな感じで少しだけ背景が透明になるようにしてみました。3つ目に白黒で青白くするをやっていきます。ではここから被写体を青白くするために白黒のレイヤーをかけていきます。では塗りつぶし調整レイヤーから白黒を選びます。そしてこうするともうただ白黒になっただけなのですが、着色にチェックマークを入れて、そして色を選ぶと、もう全体がその色をなじませることができます。今ちょっと黄土色っぽくなっているので、こちらの色をクリックして、で、今回の青白さを入れるために青系を選んでいきます。で、今回はこの色にして OK をクリックします。そうするとこのように青白くなったのがわかると思います。で、この時白黒の加減などもこのように変えることができるので、少し顔が明るすぎるかなという時はレッド系だったりイエロー系をこんな感じで調整してみてください。あとは他の色が入っている場合はグリーン系だったりシアン系で変わるのですが、今回はレッド系とイエロー系だけで明るさを変えることができます。ではこれで OK かなと思ったら一旦閉じます。で、この青白さは今はベタ塗りなのでいいのですが、他の写真を入れた場合背景の色も青白くなってしまうので、被写体だけに青白さを入れるためにこの白黒のレイヤーをグループのレイヤーにクリッピングマスクしていきます。で、クリッピングマスクについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではオプションまたはオルトを押しながら、白黒のレイヤーとグループのレイヤーの間にカーソルを持ってきてクリックします。そうするとこのように被写体だけに青白さが入りました。では4つ目にトーンカーブで調整するをやっていきます。そして少し明るすぎるところや暗すぎるところがある場合はトーンカーブで調整していきます。で、トーンカーブについてはこちらの動画でアップしているので、トーンカーブの使い方など知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。では塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブに行きます。そして詳しくはトーンカーブの動画でやっているのですが、明るいところを暗くするためには一番右の点をクリックして下にドラッグするとこんな感じで暗くすることができます。ここはもう好きに調節してみてください。
こんな感じで少しだけ調節しました。でこれも被写体だけに反映させたいのでクリッピングマスクしていきます。でオプションまたはオルトでクリックしてクリッピングマスクも できるのですが、ここのトーンカーブの画面のところの左下にある四角に矢印マークがあるのですが、これをクリックしても同じようにクリッピングマスクすることができます。では5つ目に背景を入れるをやっていきます。でこのままでももちろんいいのですが、今回は背景を入れていこうと思います。では今回はこちらの写真を使っていこうと思います。ではこちらの写真をクリックしてドラッグしてフォトショップに持ってきて離します。そうすると写真が入るので、ちょっとズームアウトしていってこの写真をはめていきたいと思います。で OK かなと思ったらエンターを押します。そして背景として置いていきたいので、このレイヤーをクリックしてドラッグして被写体の下に持ってきて離します。でこの時点でもうベタ塗りは必要ないので消していこうと思います。ではクリックしてドラッグしてゴミ箱に持ってきて離します。そうするとベタ塗りのレイヤーが消えました。ではここから被写体を少し背景に合わせていきたいので、このグループのレイヤーをクリックしてコマンド T を押して、そして背景に合わせてこのようにサイズを変えていきます。ちょっと背景も大きさを変えていきたいので、背景のレイヤーもクリックしてコマンド T を押して少し大きくしていきます。でエンターを押します。はい、ではこんな感じで背景の写真と被写体を配置することができました。でこの背景の写真も少し暗めにしていきたいので、塗りつぶし調整レイヤーからカラールックアップに行きます。そしてこの 3D ラットを読み込みというところをクリックすると、いろんなテーマが出てくるのですが、例えばフォールカラーズにすると秋っぽい色にしたりすることができます。で今回は少し暗めにしたいのでフォギーナイトにしたいと思います。そうするとこのように暗くなりました。でもう少し明るさを調整したいという時は、また塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブに行って、そしてトーンカーブを調節して暗さを調節していきます。そうするとこのように背景の明るさや色を変えることができました。でここでまた大きさなどを微調整して仕上げていきます。はい、ではこんな感じで出来上がりました。では全体のビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。被写体の透け感もあって、後ろの写真が見えていて、結構リアルにお化け風に仕上げることができました。はい、今回はフォトショップで写真の中の被写体を青白いお化け風にする合成の方法をシェアしてきました。まあ、これからハロウィンもあるので、ぜひお化け風の合成を作ってみてください。で今回はお化け風にする方法についてやってきたのですが、少しテクニックが似ている一部を光らせる方法についてこちらの動画でアップしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。フォトショップでお化け風にする合成の方法分かったよという人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。